どうも、田中正弘です、皆さんお久しぶりです、今シーズンも終わりまして、本当にたくさんの応援、ありがとうございました。まあちょっと今年はですね、まあ、僕自身は本当こう全然満足に投げることさえできなかったので、まあプロ野球生活、まあ、18年が終わったんですけども、まあ初めてのことで、まあ、シーズン後半はなんとか、状態も上がってきて、まあ、1試合、1軍のマウンドでは投げることはできましたけども、まあ、悔しい結果に、まあ、チームが大事な時にですね、まあ、勝つことができず、まあ、悔しい投球になってしまって、まあ、そこで、まあ、シーズンが終わったんですけども、本当にまあ辛い1年ではありましたけども、なかなかこう状態も上がってこず、満足にこうボールも投げられない日々が続いた中で、まあでもその中でも、まあいろんな気づきであったり発見、まあ、こうしていけばもっとこう自分が良くなっていくんじゃないかっていう方向性だったり、まあ、そういうものもこう見つけられましたし、まあ、今後も、まあ、このオフですね、継続して取り組んでいって、春のキャンプですね、いい状態で、キャンプインできるようにと思ってはいます。まあ、例年ですと、まあ、シーズン、しっかり投げた後なので終わってすぐっていうのは、まあ、いつもは一回こうリセット、少しこう休む期間というのを、持つんですけども、まあ、今年は全然試合でもこう投げることできなかったので、まあ、体が別に疲れてるわけではないので、継続して、まあ、状態を落とさずですね、ある程度こうしっかりと負荷をかけながら、やっていきたいと思ってます。今日はですね、僕のチャンネルでは見慣れない光景だとは思いますけども、まあ、大好きな焼肉をですね食べながら、なんかこういろいろお話しすることができたらいいなと思っております。若手投手、今年で高卒のですか、まあ自分が小学3年生の時より打ってんじゃないですか。モバイルカードを好きに回収していいよって言われたら、ああ、もうまずは今年の曲も本当にもう良くて、ちょっと一回しか流せなかったっていう、人生いろいろあるということですね。でここはですね、仙台のコトラクリスロード店さんに、今日は撮影協力していただいております。ありがとうございます。注文していきましょうか。はい、タンを3枚。じゃあシャトーブリアン、それは 100g の2つ、はい、トラユッケ、じゃあ2つ、はい、トラユッケは2つ、つらみとすねは1つずつで、はい、ありがとうございます。つらみはタレ味、塩味ございます。ごなさいますか。塩で、塩味です、はい。ほうじ茶とりあえずそれで、キムチ盛り合わせも1つください。なんか後輩たちはいはいはい、そういう時ってどう誘う？どう誘う？どう誘う？飯行こう。で、みんなに言う。それとも一人とかに言って。ああ、でも結構。そう、現場で言う。グラウンドとかで。グラウンドで言う。あ、基本的に。行く人みたいな。行く人っていうか、まあ声かけて、今回こんな感じで行こうかなみたいな。ああ。一人に言う時もあるし、うん、どっちもある。そのどうしても会うタイミングの方ちょっと誘っといてとか、あ、声かけといてとかはありますけど、はい、どんな話、うん、まあ野球のこともありますけどね、まあ、よく言いますけど、たわいもないっすよ、まあね、特にそれ野球の話することももちろんありますよ、うん、あだこうだ言いながら。じゃあ高校の時みんなおのおのこうだった、こんなことあった、あんなことあったとかって、そういうね、面白い話したりとか、うちの高校こんなことあるんですよとか、そんな話とかですね。
めっちゃ年離れてる。うん、いやまあそれはね、そんな気使われてるなってそれはあるけど人によるでもなんかあるけど、まあ人によるし、それはもちろんね、あのうちみたいなやつもいますから、あ、うん、適当なこと言う、もう去年もファンカーの時ね、なんか出てきましたけど、変な格好してあいつみたいなやつもいますよ、うん、物落ちしないタイプ。でもまあでもだって自分もそうだけど、やっぱ年が結構離れてる人に対してやっぱそう僕はなるから、じゃあある程度はしょうがないんじゃないですか、うん、それを無理にもっと来いよとか、まあ、そう、ね、そういうのは違うやろうし、自然とじゃないですかそれって、別になんか無理やり作っていくもんじゃないと思うんで、はい、はい、まあだからね、今年はまあ2軍での生活なかったですけど、まあそこら辺の関係性っていうのはシーズン始まる前とはまあ全然また変わってきてるかなとは僕は思ってますけどね。結構その若手選手の質問が今回多かった、うん、ああそうね、X でね募集したからね、若手投手、うん、まあでも高卒、今年高卒の3人衆とかじゃないですか、まあ酒井と日向はシーズン終盤1軍でも投げましたし、もう一人、まあ、今年1軍では投げなかったですけど、あの大内っていうのもいますし、その3人はやっぱり例年ここ最近だと多分高卒1年目ってあんまり試合とかでも投げさせないっていう、体まず体作りっていうところだったと思うんですけど、まあ、今年は、まあ、ちょっと怪我人がいたりとかでこう投手が2軍でもこう足らないっていう状況があったからなのかなと思うんですけど、まあ、大内なんかも先発でこうちょくちょくこう投げていたんで、だすごく1年目からいい経験はしているなと思いますし、まあ、3人とも体がねすごい身長も高くて大きくて、まあ、大内の名前ばっかり出しますけど、大内なんかも入った頃よりもやっぱトレーニングとか、まあ、食事もしっかりとって体も大きくなってますしね、日向はもうがっちりしてますし、酒井ももう体はね、まあ、まだまだこれからだと思いますけども、どこか頼りないっていう感じではないと思うんで、まあパフォーマンス見てても、まあ、すごく先が楽しみだなっていうふうには思いますね。まあ、僕自身が高卒で入団したっていうところもあるから、余計高卒のねやっぱり子たちは気になるんですけどね。はい、じゃあお疲れ様です。いただきます。いただきます。じゃあオフやりたいことは、まあオフシーズンしかできないこと、まあ、やっぱ基本的にはもうやっぱゴルフとか、まあゴルフはねもうチームのあの行事とかでもやっぱ入ってくるんで、まあ個人的には好きだし、まあ昔ほどはやっぱやらなくはなりましたけど、まあやっぱ好きなんでやりたいですね。まああとはオフアメリカ行った時とかはまたバス釣りしたいですね。最高ですね、釣りはね。釣ってないのに。私釣れた。あ、そっか。すいません。私釣れてるんですよ。お隣の、はい、私釣れてない、はい、若い彼女は釣ってないけど、私は行くたびに釣ってるんで。そっか、行くたびか。本当に、はい、もし街で、はい、マークを見かけたら、はい、話しかけてもいいか。あ、質問聞いてました。そっとしといてほしいかって、ちょっと気になるかも。いやー、まあ僕一人でいる場合は全然声かけていただいて全然大丈夫ですけどね。拍手してください。いや全然。写真とかちょっときついと思いますけど、その街中は、はい。確かに。全然。まあちょっと家族がねいるときは、なんか妻と子供たちもいるってときはちょっとそっとしてほしいかもしれないけど、でもなんか普通に声かけられる分には全然、なんか一番嫌なのはこそこそ盗撮されるのがカメラね、うん、分かりますからねこっちはね、言ってくれたら、言ってくれたらね、何かしら対応こちらもできるんですけど。はい、では2つお待ちいたします。はい、すごい。
いや、だからすごいんですよ。失礼いたします。ありがとうございます。お好みなんですけれども、卵黄は全部混ぜずに、ちょっとそこで、割っていただいて、はい、ちょっとつけて食べると美味しくお茶いただけます。はい、うまい、うまいよね、これね。来たらいつも食べる。この生肉扱っていいお店だからこそですよ、これは。そうなんだ。そっか、だってどこでもユッケ出せるわけじゃないじゃないですか。野球見てます最近？メジャーとか、CS とか見てない。うーん、あ、だって土日なんてデーゲームだったっけ、あの CS。 CS はね、息子の少年野球って見えてる。いや、少年野球見てるんだ。少年野球見てる、うん、見てる の、 あの、それとも練習参加してる？え、練習も参加してる。うーん、父としてどう、なんかやきもきしたりする、なんでできないのとか、自分の昔と重ね合わせたりする。いや、それはないかな。いや、なんなら自分が、まあ今小学3年生だけど、自分が小学3年生の時より打ってんじゃないですか。え、ポジションは？ポジション、まあでもまだいろいろやってるね、うん、ピッチャーもやらせてもらったりとか、キャッチャーもやったり、サードもやったり、まあいろんなとこ、ファーストやったりとか、まあいろんなとこやってる。ちょうどこの間見に行った時なんて、なんか2打席連続ホームラン。びっくりした。すごい。柵越えね、そのグラウンドのルールで。だってなかなかそんな自分打てなかったもん。まあでも今は本当バット、バットの、まあもちろん技術がないとだけど、バットのあの性能もやっぱ今すごいね、飛ぶね、あの金属じゃないやつ。なんか反発。反発すごい。音が全然違う。CS 予想とか日本シリーズ予想とか質問来てましたが、今は少年野球見ている。少年野球、はい、ね、少年野球見てます、ね、今、ね。なかなかシーズン中は行くことできないんで。練習は平日してますからね。はい。質問でも、小さい子供とキャッチボールをするときに大切なことは何ですか？小さい子供とキャッチボールするときに大切なこと。技術的なことどうこうよりは、やっぱりしっかりとそのどこに投げるか意識させることじゃないですか、まずは。そこにちゃんと狙いを持って投げる、ただがむしゃらに投げるだけじゃなくて、力いっぱい速い球投げようとするだけじゃなくて、相手が取りやすいように、うん、まずはそういうとこじゃないですかね。薄切りのサーロインでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、美味しそう。うわ、これライスと食べたい。あ、こちらが、卵黄だれですね。ございます。はい。うわ、ライスは大丈夫でしょうか。ライス、小頼みますか。はい。小3つお願いします。ライス3つが決まりました。ありがとうございます。私が気になった。はい。モバイルパーツを好きに回収していいよって言われたら、まずどこに手を加えますか。ああ、もうだからいろんななんかことは無視して、もうなんかそのなんか建築法からよくわかんないけど、関係なくってことよね。建築法っていう言葉あるの？あるある。あ、なんでなんかもうすごい。なんか基準がどうとかじゃなくて、もう何でもいいってことね。細かいところで。いや、もうまずはあの椅子増やすんじゃないですか。あ、観客席で、観客席の最大。の数をやっぱり、なかなかそこはやっぱね、球場難しいですから、今の球場はね、もうあれでも昔よりかなり増えてますけどね、昔もっと少なかったですから、うん、もっと増えたらいいなと思いますね。やっぱたくさんのやっぱ方々を見ていただいての方がやっぱりプレイヤーとしては嬉しいことなんでね、やっぱり。マーク投げた試合満員だった。いや、やっぱ嬉しかったですよ、うん、あのグラウンド出ただけで完成いただきましたし、うん、あれはもう本当にびっくりしましたし、なんか頑張ろうと思ってた気持ちがこうさらにこう上がりましたね、うん、
うわ嬉しいなと思って。投げる前だからね、あんまりちょっとやっぱなかなかリアクション取るのは難しいですけど、顔には出さなかったですけど、めちゃめちゃ嬉しかったです。食べれるよね。食べれるよね。大丈夫だよね。登場曲も来てた。登場曲がめっちゃ良かったって。なんて？私の登場曲、球場の雰囲気に合ってて良かったです。なんかこうリクエストはしたんですか？リクエストはね、毎年一応こういう感じがいいですっていうのは出させていただいてますけど、今年の曲も本当にもう良くて、もうちょっと1回しか流せなかったっていうの、なんとも心苦しい、はい。まあでもこれも人生いろいろあるということですね。これまではこうずっとこういうことなく、コンスタントに投げられていましたけどね。いや本当曲自体好き、めちゃめちゃ好きですよ。ちょっとあの曲が流れて泣いちゃった。どうする？あの曲、いやめっちゃいい曲じゃん。いい曲だね本当に。めっちゃいい曲で、うん、配信されて、ああ聞いてて、ずっと普段も聞いてたけど、まず2軍でも1回出したじゃん。あの時もすごい良かったけど。やっぱ自分の時に流れて、うん、マー君の名前がコールされて登場する時になんか泣いちゃった。私、しおりもね来てくれてたんね。あ、そう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 、急遽ね、なんか空いたから応援行きますみたいな感じで、やっぱ嬉しいっすよね。なんかそんな忙しいだろうにそんな、なんかそんな貴重な時間ね、わざわざ仙台まで来てくれて応援に来てくれたっていうのはやっぱ嬉しかったですね。それはね、あの日ファンキー加藤さんいらしてた。ああ、そう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 、ね、ミニライブね、試合の、うん、まさか自分が復帰登板するときに加藤さん、うん、勝ちたかったですけどね、もちろんそれも、ね、うん、でまあ会うタイミングないなと思ってたら、帰りの階段でばったり会ってうわーとご挨拶してちょっとお話しして、すいませんと、勝てずにすいませんって、いやいやいやって言ってもらいましたけど、答えていただけるかわかんないですけど、夫婦円満の秘訣。円満って自分らで円満なんですとかって言わないから、まあ結局はお互いのことを尊重し合うとか、リスペクトをやっぱするっていうことが大前提じゃないですか、何をするにも。だけでいいかなって僕は思うんですけどね。そのまあちょっとざっくりとはしてますけど、いろいろあるじゃないですか、そりゃ生活してればね、うん、あるけど、そのやっぱなんだろう、その時の一瞬のこう感情をすぐ出すんじゃなくてね、やっぱいろんなこと考えてからとかですかね。大事、勉強になります。大事だよ。なんか重みありますね。なんかあったんですか？最近パブジーやってますか？やってますよ。マー君、はい、やりますかって。やりたいですけどね、うん、できる環境なら、うん、できるスケジュールなら、うん、やっぱ去年も楽しかったですからね、うん、あれも去年じゃない、まあ、今年か。あとマー君ルームはやりますかっていうのもね、やる方向で進めてますよね。受け取りください、予想して。いやいや、それおかしいし。やれるように頑張りましょう。はい。競馬やってますかって、すごい来てた。ちょいちょい。うん、あの予想はね。当たりましたね。予想はね。うん。うん、俺3連単しか勝ってないから当たってないけど。ああ、
自分の馬券をね、生まれは抑えてないから。ネット競馬さんの予想のコラボなんか。一応ね、あのステレンボッシュが3着の場合はって言って、うん、それ通りになったからね、うんうん、モンクロの曲で一番好きな曲。一番は決めれ。いやもうあのやっぱ登場曲はやっぱもう特別、本当にこれまでも本当たくさんありがたいことに、なかなか順位付けはやっぱ難しいですね。はい、まあ、てなわけで、まあ、あとはちょっとゆっくり食べることに集中したいと思います。まあオフ、まあちょっとシーズン中はなかなか難しかったですけど、まあオフシーズン、まあこれからファン感もありますし、まあ野球教室だったり、まあ動画何かこう上げる機会はまあ増えるかなと思いますので、お待ちいただければなというふうに思います。本日もありがとうございました。